皆さんこんばんは。歴女番組あやです。名前変えました。主婦をね、ちょっと取り除きました。主婦じゃなくなろうと思ってますので、よろしくお願いします。えっ、ー、と、愛子様天皇論者があ、なんか増えてきていますけれどもえ、言い出しっぺは誰かなとちょっと考えてみました。で、それでですね、 まあ悪,悪意のない本当に愛子さまが良いと思ってる天皇論者とあの愛子さま天皇論者と悪意のある愛子さま天皇論者が私いるって言ってたんですけれどもまあ言い出しっぺは誰かと考えてみましてそちらそちらがっていうかそれがですね、まあ、誰,か誰かは分かんないですよ。 もうその言い出しっぺの人がまず原点なんですね。で、それが多分ですね。悪意のある愛子さま、天皇論者だと私は思います。というのはですね。まあ、反転の思想を持ってる人ですね。もともとがそれが目的だということです。はまあこう言うとですね。あまあ,あのその人の動画を見てみて、最後にあの反転のせいとはあの思われてしまうかもしれません。がっていう。 言葉をね、発して。まあ、反天皇制の言葉が悪いとかじゃないですよ。思われてしまうかもしれませんっていうのは、まあ、そうなんだろうなと思いましたね。まあ、私もちょっと使っちゃったりするのでね、天皇制とかいうのをね、使っちゃったりするので、でそれをあえて言ってしまったっていうのが、思われてもしょうがないって言ってるのを自覚しているというか、なんというかですね、そんな感じですね。 もこれはちょっと私は確信したなと思いました。で、そのからくりを今から解説していきます。うん、え最近ね、まあ、あの、有識者会議、第5回目ですかね、有識者会議があったわけですけれども、で私の前の動画でも、あの意外にね、あの、旧宮家の功績、 え功績復活の賛成派が多いということでですねでこれはですねかなりもはや、まあ、今決定はされてないんですけど女性宮家の創設の可能性がかなり低いと、うん、感じましたねうっていうのはですというのは、まあ、低いですね低いのまあ私は低い低いと思って、まあ、確信も結構してるんですけれどもその 女性女性じゃない愛子さま天皇論,論者のその言ってる人もこれはね確信してる確信っていうのはあの女性宮家創設っていうのはね無理だって思ってる分かってるんですよだからそこら辺がね確信的なあの反転の思想を持ってる人だなって思ったんですね。うんというのは何がその反転の思想を持って、まあ、愛子さま天皇論を指示、えー、言ってるのは何が目的かっていうともう構造 皇族全体の品位を下げるっていうのが目的だなと思いまして、まあ、口ではですね永宮家のみを批判してで政府もそのマスコミもマスコミもその永宮家をね擁護してるのが多いのが問題だみたいな言い方をしているんですけれどもかなりあのからくりが入ってますはい説明します。えー上 そうですねでこちらの、えー、こちらのその私が見た動画でも女性天皇について賛成意見を持つ、えー、有,有識者が大多数ということでねでこれは愛子さま天皇、えー、有識者の方々も愛子さまが次、えー、期天皇になられた方がいいっていうのをね、えー、言ってるんですけれど別にあの愛子さまっていうね言葉は出してないわけですよね。 私にはその有識者の方々がですねあの愛子さまを指して女性天皇がいいって言ってるわけではないと思いますところがこちらの方は、えー、それは愛子さまを指しているということに決めつけてるんですよね議事録には何も載ってません愛子さまが天皇がいいっていうことはですね、まあ、中継ぎ天皇という意味でしょうけれども愛子さまっていう言葉は一つも入っておりませんあとその回の うーん内容がすごいやっぱりねからくりがいっぱい入ってまして他の回はそんなにないんですけれども,もう今回ばかりの、えー、内容はすごいからくりが入ってましたというのはですね、まあ、よく YouTuber の人はあの意見があればコメントお願いしますみたいなのあるのは当たり,当たり前のあのよくあることなんですけれども自分の意見かそのコメントの意見かすごい曖昧にして喋ってるんですね。 というのがですね、これまあえー、これはコメントを読んでいるということですかね。まず男系男子の尊重というのならば、女性宮家はないのでしょう。で、なんか曖昧、うん曖昧なね、まあ当たり前なコメントを読み上げてて、まあこの回では、この回というか、あの、いう、いうことだ、女性宮家はないでしょう。ということは、あの、まあ愛子様点、愛、愛子様のケースは、 えーまあ、別っていうことを言ってるんですけれどもあとがですねでその愛子さまのこと、うん、女性宮家は女子孫が女系になり女性4人ということですからこれはまあい,いや、えーまあ、これはコメントですねまた皇族の人数確保の意味が分かりません、ね、これは多分コメントされた人のだと思うんですけど「世界の王室は王族の人数を増やさない方針です」 をを持たなないい意味のの皇族を増やししてどううするのでしょうかっていうコメントがあったみたいなんですけれどもまずあの外国の皇族の人数が多いのは女性の王様を認めてるからですよね、まあ、まあ有名なのがよく例に挙げられるのがイギリスの王室とかですけどあとスウェーデンとかねえー、他はノルウェーとかでしたけど王室があったのはねちなみにあのスウェーデンの初代、えー、なこれは <laughs> 余談ですけれども。 余談ですけれどもスウェーデンの初代の王室の、えー、王様と妃様は2人ともフランス人ですどうでもいいですか <laughs>、はい、で増やさない女性の皇位、えー、継承を認めてるから人数が多くなってるのであってまあだから人数を増やさないようにしてるということなんでしょうね。 まあ何も意味のないコメントですねこちらはねで読み上げるのにはですね「故意継承権を持たない意味のない皇族を増やしてどうするんでしょうか」っていうのもあの間違ってましてこの間違っていることをねコメントとして読み,あの読み上げるのがすごいかあのこの人のねからくりだなと思いました「故意継承を持たない意味のないあの皇族を増や,して増やすということは皇族っていうのはあの女男性皇族は全,全員故意継承権を持ってるんですよ。 だから今、女性、皇族が、皇族が女性ばっかりですので、継承権っていうのは、あのー、今、三つ四つぐらいしかな,ないですよね。ないですよね。だから意味のない皇族を増やして、<laughs> 意味のない皇族。これも意味のないコメント。これ、こちらこそ意味のないコメントですので、読み上げるに、えー、値しません。それを読み上げてるっていうことです。 えー、ただのお手振り込むなど今後は必要ないと思いますこちらも読み上げる必要はあのないですね載せる必要ないですよねうん、女性三宅創設は内心秋篠宮家がすごいは全あ、で,でまたあのカラクリのが女性三宅創設えー、範囲は内心のまで三宅を創設して秋篠宮殿下が即位 はい、そ即位、仁仁さが次に即位で、もし男子が誕生しなかった場合、高、え、位、ー、継承者物色の部下、団系を、だから、何もこのまま、現皇室転半のままでいったら、えー、なったらあのやば、やばいみたいなことを言,言われてて、三宅投手となってしまう眞子さまと小室圭さんの子供ももい位継承者となる可能性がある。 っていうことを言ってんですね。このままのえっ、ー、と皇室天板のままだとしたらですね。でこの話には宮宮家の復活は入ってないっていうことですね。まあ、かなりねからくりがあるんですね。別にね有識者会議は今現現皇室天板を維持したいからやってるわけではないんですよ。このこの方も多分知ってると思ってこういうこと。を 混乱させるようなカラクリをね、お話ししてるんですね。直系ではない愛こ様のお子様はその介となってしまう。だから愛子様は女性天皇、女性天皇じゃない、女性なので、まあ、関係ないので、なぜ愛子様をね出すのかな。はい。まあ、ここにね、何でもかんでもね、愛子様をはっきり言ってね、愛子様を出しにして話してるんですよ。 何かあったら愛子さまを使ってえー、宮家を陥れようとしてるのがね、えー、見えますね。愛子様はもうこちらの時点では関係ないですよ <laughs> まあ関係ないというか多分ですから永、まあ、宮家に皇位継承が全部移るの,ので、まあ、確かにあのあいあのと愛子さまは位がね下になるっていうことですね。それが許せないっていうことなんでしょうね。 えー、それで、えー、このだからですからこの状態その状態でみ宮家を復活させるのが、えー、この方はなぜダメかというと,、えー、っともしね悠仁さまにお男のお子様が一、えー、人二人三人と生まれたとしたら、えー、その皇族 復活、えー、した旧宮家が用なしになってしまうっていうのを言ってるんですけれども用なしではなくて宮家はもう創設されてるわけですよね復活ですから。復活するので用なしじゃないので必要なんです。それが必要だから あの有識者会議の方々もね今、えー、議論してるんであって用なしっていうのはおかしいですよ三宅復活してこういう継承権を、えー、与えるわけですからわざわざなぜねあの愛子さまなぜ今の金、えー、城天皇の金城天皇の子孫を保とうとしているのかなぜ愛子さま王朝を作ろうとしているのか。えー でだえー、男系あとですね男系男子による濃い継承という部分を男系女子あででこれこちらが望まれているのが男系男子による濃い継承という部分を変更して男系女子男系男子に変えることっていうのを望,望んでいますこちらの言われてるのは。 まあ、ですから、あの、でも、男系女子、男系男子、男子、男系女子も入れるっていうことは、もちろん、えっと、愛、えっと、今現在ですと、愛子様と、真子様と、か子様ですよね。内心のとなると、ですよね。だから、女王様方はどこ行っちゃったんでしょうかね。3人もいらっしゃるんですけれども、えー、に変え、変えて、そして、あの、 愛子さまには、旧、えー、宮家の男子と結婚されれば位が上がるっていうことを言われています。そんな都合よくね。うん、そんな都合よくね。行かないですし。で、それを望まれるのであればですね。ええー、まあ、眞子さまはなし、うんともう今現。 現皇室転半で結婚されたとして佳子さまもあの旧宮家の男子と結婚されうーしていただかないと言ってることが成り立たないんですよ。そういうい、ね、皇室転半、えー、ななまで行かなければ行かないですけど行かなくてもそういう規則をね決めなきゃダメですよね。 でその旧宮家の方との良いお方がおられればその方と婚姻されるとで配偶者と子も皇族となられるようにするですからん旧宮家あ旧宮家を復活させないでっていうことですか配偶者と子も皇族となられるようにする愛,愛子様だけですっていうのは無理ですよ。はい、この方が親戚降下し して、かなり時間が経過して、ああ、だから、あの、旧宮家の方が親戚降下して、かなり時間が経過している、まあ、旧宮家の方、うんかというか、親戚降下して、かなり時間が経過している、旧皇族の男系男子の子孫をいきなり皇籍復帰させるよりも、国民に理解をはるかに得られやすいでしょう。いや、私は得られませんが。 <laughs> そしてええー、K.K. さんの皇族入りを防ぐために団えー、えー、ちょっと待ってくださいここ,ここも <laughs> どういうことでしょうか K.K. さんの皇族入りを防ぐために、えー、男系団系女子が女性宮家当主となる場合まあ M 子様のことですね男系男子以外の方男系男子の以外の方を婚姻しても 皇族の身分を保持保持し続け男系男子がのと婚姻してもああ、えー、一般人と結婚しても皇族の身分を保持つ続け配偶者と子は皇族とならないようにするだから旧宮家と結婚したら皇族になっても OK 子供がでもそれってえっ、ー、と 女系男子の天皇を認めてることになるんですけれどもそこはね突っ込まないんでしょうねあのこちらは <laughs> なぜだから愛子様王朝を作ろうとしてるんでしょうかえー、男系男子の以外のあ,あとは結婚した方がだから一般市民と結婚した、えー、人型の子供は皇族になることはできないっていうそんな 皇室戦犯作るんですか？配偶者と子は皇続とならないようにするえー、後続費の捻出などえー、持ってのほかである。まお金横流ししないようにって言うことですね。警備費も自己負担などと細かく取り決めておくべきです。えーでえー。これも私あの確信したというか反転しそうだなって思ったのがですね。えー、こちらもだからコメント。 ここちらの方ののの方意見ななかかコメントなのかこれも曖昧なんですねもう天皇家の存続は諦めたということですねえー、天皇家というのは今の近所天皇の家の家系ということですねの存続を諦めた諦めってもう普通なんですよ別に室で今の皇室天板にのっとってやってるものなので一般人として皇籍を離れ悠々自適に暮らしてる方々が窮屈な皇籍に2、えー、つ返事で戻ると思う あこれはコメントですけれどもまあ載せることではないですよ本当悠々樹的に暮らしてる方々っていう考えもですけどあなたが戻らなければ功績は消滅するって脅すのかなはっきり言って悠仁さまに息子がお生まれにならなければ功績は終わりだからこういうコメントを載せることがどうかと思うこれ反転ですかねやっぱりね。 男優先ととはそういういことですだから「旧宮家復活」とは言ってることが別ですよね。もしも結婚が強行されたらご一家での功籍離脱を望む声が一層高まるんでしょう、まあ、煽りですねこれね。無理に皇室制度を、えー、継続しても国民からの支持なくしては成り立たないことを忘れてはならない。 煽りあり敬愛された皇室を取り戻すために今こそ国民の総意を確認しなければならないあおりあおりって私の言葉ですね、えー、国民投票が実施されることを望みます国民投票って、うん、かこの国民投票っていうのは永宮家を指してるんですねで永宮家をどうのことで国民投票をし,しようということですね決してあの経験 結婚破談の国民投票ではありませんねとこちらはですね言ってることはですねちょっとすり替わっちゃってるんですね愛子、えー、様が即位できず口頭が丈に移る今の状況なら廃止を望むということでこれも,も確信ですねこれ反転反転の思想ですね、えー、ということでね私はちょっとこちらの方の動画すごい勉強になったんですけれども反転思想だということをね確信しました はいといととうことでしたあ何か言おうとしたんですけどあと何だろう。あはいですからですねこちらの、えー、方の目的は栄宮家を貶としめてそして本当今のこの有識者会議の状況では到底ね女性宮家創設になるとはね思えない政府が長引かせたいだけですねあのじあの女性票と女性票の。 選挙の選挙対策の女性票を取るためにの対策でただの引き延ばしに過ぎないわけですけれどもでこちらの方も多分女性宮家とかうんまたはああのあ愛子さま天皇愛子さま天皇ってあの連発してますけれどもそれをもうできないってことは分かってるんですよ。で分かってて もう、えん、ー、みやけというか、皇族全体、皇室全体をね、貶めようとするね、勢力だっていうことをね、私は確信しました。ということでした。ありがとうございました。